皆さん、こんにちは。占い館ルーチェ所属占い師の愛です。本日も明日の三択占い、サクッとワンポイントアドバイスをしていきたいと思います。本日もですね、私が歌った歌を BGM で流しておりますので、声の方でも癒されていっていただけましたら嬉しいです。では、左側の紫のバラのカード、真ん中の青いバラのカード、右側の赤いバラのカード、お好きなカードを直感で1枚お選びください。はい、選びましたでしょうか。では左側の紫のバラのカードから見ていきたいと思います。はい、ザ・キャリオット、戦車の聖地が出ました。はい、明日はですね、とてもエネルギーにあふれていて行動的になれる一日です。ですので、お仕事でしたら、バリバリもう前に進んでいく感じですね。恋愛でも、そうですね、思い切って好きな方にですね、連絡をしてみたりですとか、そう、もう前を向いて、積極的に、行動的になっていくことで、とても、状況が良くなっていきます。はい。また、そういう、そうですね、動きたくて仕方がないという気持ちにもなりますので、はい。どんどんそのご自身の、気持ちに従って前に進んでいくようにしてみましょう。はい、そしてですね、そこでこうちょっと尻込みして止まってしまいますと、そのせっかくのエネルギーが切れてしまいますので、止まらずに後悔のないようにどんどん動いていきましょう。では次に真ん中の青いバラのカードを見ていきましょう。はい、ジャスティス、正義の聖地が出ました。そうですね。今、とても、落ち着いた状態で、客観的に物事を見れる、そんな状態です。はい。ですので、ご自身の中で、感情に流されずに、動けますので、何が正しいのか、どういう道に進んでいったら、今後良くなっていくのか、きちんとですね、自問自答して、問いかけてから進むようにしましょう。はい、でその答えを信じて前に進んでいくと、とても良い方向に進んでいきそうです。はい、とても落ち着いて物事を考えられますので、はい、一度自分に問いかけてみましょう。では最後に右側の赤いバラのカードを見ていきましょう。はい、ザ・ヒロファント、司祭の逆位置が出ました。明日はですね、ちょっと考えが固くなってしまったりですとか、ルールにですね、縛られすぎてしまったりですとか、あと逆にその縛られすぎてしまって、ルールとかモラルとかがですね、煩わしくなってしまって、もう投げやりに感情のまま動いてしまう、そんな嫌いがございますので、はい。一度その冷静に落ち着いて、ご自身の中で、この行動を取ったらどうなるのか、その先のことを考えて行動していきましょう。はい。そうやって一度ですね、こう遠巻きに見て、客観的に見ることで、どうしていくべきかというのが見えてくると思いますので、はい。それをしっかり見つめてから動き出しましょう。はい。そうしますと、感情に流されず、固くならずに進んでいけそうです。本日の三択占いは以上になります。皆様の明日がとても幸せな一日になることを心からお祈りしております。本日も誠にありがとうございました。占い館ルーチェは2022年3月21日、スピリチュアル界の宇宙元旦の日にいよいよオープンを迎えました。この動画の概要欄にルーチェのホームページの URL がございますので、ぜひぜひそちらから足をお運びくださいませ。個性豊かな占い師が揃っておりますので、プロフィール欄をご覧いただき、ご予約をくださいますととても嬉しいです。ルーチェの鑑定はズームにて行いますので、占い師の顔を直接見て、そのまま占いを受けていただくことができます。その点とてもご安心いただけるのではないかと思います。TikTok と Instagram の方も同時にオープンしておりますので、そちらの方もチェックしていただけましたらと
とても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。高評価ボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。ではまた次回、さようなら。